はい、どうも、じゃあ、キルビンチャンネルです。ってことでね、今回ちょっといつもの挨拶は、まあ、やれないんですけど、チャンネル登録者、200人達成ちょっと夜中なんで、声ちっちゃめでいきます。200人達成して、でもこんな短期間で、いくと思いませんでした、正直。まあ、200人はやっぱ、200人って言っても、ほんと、結構1ヶ月ぐらい、1ヶ月ぐらいかかるかなって思ってたんですけど、もう見てくれてる人とかも含め、本当に感謝しかないです。まあ、200人って、まあ、どういう気持ちでまず、YouTube 始めたかとか、まあ、ちょっとだけ話していこうかなと思います。なんで始めたか、なんで始めたかというと、まず、まあ、なんでなんですかね。自分でもよくちょっと分かってないんですけど、まあ、YouTube、身近ですよね。もうテレビよりも、今じゃテレビよりも、もう YouTube の方が、もう上、もう YouTube の方が見られる回数が増えてきたじゃないですか。もう若者とか特に。もう大人とかはまだ、まあ、同じ、まあ、半々ぐらいかな。まあ、かもしれないですけど、YouTube でそんだけ、短いになった。だから、見られる回数も多くて、仕事終わって、料理食べながら見たりとか、元気もらいたいとか、それで、なんで始めたか、まあ、戻るんですけど、なんで始めたかっていうと、そう。例えば、めっちゃ仕事で疲れて、この YouTube 見て、元気もらいましたとか、いうコメント、もう、それ見てて、有名実況者とか、そういうコメント欄とか見たら、そういう、見てて、もう自分も、もう元気もらう側ではなくて、元気与える側になりたい、与える側になりたいとか、例えば、めちゃくちゃ落ち込んでてみたいな、少しでも、もう、やる元気出ましたみたいな、やる気出ましたみたいな、このことを、そう、もう少しでも感じてもらいたいなと思って、始めましたね。YouTube 本気っすね、ほんと。本気です。仕事と、まあ、両立して今やってるんですけど、YouTube 本気っす、ガチっす。一応目標としては、年内にチャンネル登録者1000人。1000人行きたいと思ってます。これも目標っす。1000人。これでね、まあ、視聴者の人も、言って、お前には無理だと。そう。お前は、絶対無理だ、お前には。そう。って言われるかもしれません。それでも絶対達成します。達成させます、絶対。絶対達成させます。どうせ無理だって言われても、そう。どんだけ、お前には無理とか言われても、そう。お前はおもろくないと。そういう意見も絶対あります。それでも絶対諦めないです。絶対諦めん。何回転んだって、何回失敗しちゃっていいんです。何回失敗しちゃっても、それで成功をつかめるんだったらそれでいいです。何度失敗しようが、何度でも起き上がります。何度でも起き上がります。ケルビンです。何度でも起き上がるんです。なんでこんな仕事しながらやってるのかというと、人生って、まあ、一回しかないですよね。一回しかない。一度きりしかない。みんなだって、多分、小学校の時とか、絶対夢を持ってたんですよね。例えば、野球選手になりたいとか、もうすごい、もう花屋さんになりたいとか、まあ、サッカー選手になりたいとか、まあ、なんか、モデルさんになりたいとか、絶対持ってたんですよね。小学校の時とか、まあ、持ってたんですけど、中学校になって、なんか、ちょっと現実見て、ちょっとこれ、難しいんじゃないかって思い始めて、高校で、もうそんな、夢持つ方がおかしいみたいな。もう、逆に夢語ってたら、そのお前をもう、そんな、夢見るなと。そんな、現実見ろと。もう、親にも友達にも言われるわけですよね。その高校生で夢語ってたら。そう。会社でも働いとき、安定して、働いとき、言われるんですよ、親にも。安定して、
働けばそれでいいと。うん。うん。まあ、それでいいんかもしれないですけど、それの何が面白いの？うん。何が面白いんかなって思うんですよね。だって一回しかないんですよ、人生って。そう。まあ、二回、もし二回あるんだったら、もうめちゃくちゃ奇抜な人生と、安定した人生。うん。二つあるんだったら、まあ、その二つとも、別にその二ついいと思うんですよ。一つしかないって考えたら、安定して、うん、さっきも言ったんですけど、何が面白いのか分からないですよ、自分的に。そう。で、もう未来が見えてるじゃないですか。安定した仕事に就いたとしたら、まあ、普通に働いて、まあ、地元で、まあ、そこで、もう好きな人と付き合って、結婚して、家建てて、もう順風満帆な生活を送るみたいな。それがいわゆる安定した生活ですよね。その人生も楽しいんですけど、そんな未来決まってる人生楽しいかなって、楽しいかなって思うんですよね、自分。うん。他の人は分からないですけど、自分はそう思うんですよね。だから一回しかないから、いろんなことに挑戦して、まず。うん。親とかもおかしいじゃないですか。で、小学校の時に、もう、例えば夢を、プロ野球選手に泣いてきてたら、おお、なれなれ。もう、お前だったらできるぞ。って言われるわけですよね。なのに、高校、例えば、こう、まあ、大学はわからないんですけど、高校とか大学で、就職の時期、うん、とかなったら、何を言ってるんだと。早く現実を見なさい。そう。現実を見ると、そんな夢叶えれるわけじゃない。と言われるんですよね。親とかは、まあ、子供とか持ったら、もう安定した生活を送ってほしいと。そう。幸せになってほしいと。まあ、思うのもわかるんですけど、それだけが幸せじゃない。そう。それだけが別に幸せじゃない。普通に順風満帆な生活をするだけで親孝行になるのかといったらそうではない。そう。一番の親孝行は、もう、元気な姿を親に見せ続ける。それが親孝行だと思うんですよ、一番。そう、一番の親孝行。別にお金を親に振り込むのが別に親孝行だと。親孝行も変えるんですよ、それに。そう。だけど一番は、元気な姿を見せ続けると。そうですね。それが一番の親孝行じゃないですか。絶対有名になります。これだけは曲げないっす。これだけは曲げない、絶対。絶対諦めんほど。諦めん、絶対。何があっても諦めん。もういろんなこと、もう勉強とかも、もう別にスポーツは、まあ、諦めてきたっていうわけでもないんですけど、全然全力ではやれてなかった、ほんと。うん。やっと、全力でやれるところを見つけた。そう。全力で、心の底から、これは絶対、なりたい、一番になりたい。こんな、例えば、別に陸上選手1位になるのって、ほとんど無理じゃないですか、そう。だけど、ここだったら、可能性があると、そう。今からプロ野球選手で、そう、メジャーで活躍してこいって言われてるわけじゃなくて、もう誰でも始める。もう、スマホ1台でも始めるんですよ。自分パソコンとか持ってなくて、スマホ1台で全部編集してやってるんですけど、スマホ1台で始める。やっぱ日本っていうこの恵まれた国で生まれて、もう、ご飯もめちゃくちゃ食えて、逆に残飯の、なんか残りすぎて、食料問題みたいになって、なってるぐらい、食料も別に安定してるし、ホームレスでも生きれるんですよ、日本って。そう。ホームレスでも生きれます。貧しい国からスタートしてるわけじゃないんですよ。だってスマホ持ってない人たちは大量にいるわけです、世界に。そう。貧困で、もう、もう生まれた時からも戦争で、周りは。生きるだけに、そう、もうなんていうんですかね。生きるだけ必死。もう生きるだけ必死の国だってあるわけですよ。そう。3歳から、もうバイトして、もうゴミをこう担いで、3歳の子がね、ゴミを担いで、このゴミ分別のバイトしてたりとか、それで、家族に貢献してる。そんな子がいるわけですよ、世界に。そう。3歳で働いてる子もいるんですよ。
そんなことに比べたら、こんなぐうたらして、こんな携帯で YouTube 見て、みたいな。そんな生活してる人だって言うんですよ。そう。生きるだけに必死みたいな。そう。で、0歳死ぬ人もいるわけですから、ね。そう。めちゃくちゃ貧しくて、何も食うものがなくて、もう泥水を吸って生きてる人だって言うんですよ。そう。世界には。そんな国に比べたら、そんなところに比べたら日本なんて甘っちょるんですよね。こんなスマホを持って、Twitter とかインスタとか YouTube とか TikTok とか見れて、もう、それで成功、いろんな挑戦ができるんですよね。それだけで。日本ってめちゃくちゃ恵まれてるんですよね。いろんな挑戦ができる。もう、そのさっきの人たちと比べたら、もう TikTok だって、誰でもできる、正直。うん。誰でも人気になるし、誰でも成功できる。うん。で、これで、誰でも成功できるのに、これでもう失敗してるようじゃ、もう、自分としても恥ずかしい。うん。恥ずかしいっすよね。絶対俺は諦めない。うん。絶対勝つ。絶対上に行く。絶対名を轟かす。いつまでも、まあ、ベテランが、まあ、上にいても面白くない。YouTube も。そう。新時代の、うん、ルーキーになります。僕は。新時代のルーキー。もうワンピースと一緒っすよね。そう。主役っすよね。みんなルフィっすよ、俺。ルフィ。うん。なんでルフィだよ。お前が主役なわけねえだろって思うかもしれないですけど、全員が主役です。そう。全員が主役。自分の、そう。何ですか、自分の人生は自分が主役なんですよ。だから、他の人なんて別に気にしなくていいんですよ。っていう精神で生きてるんで、だから別に、全然気にしないですね。うん。まだ、悪口とか、うん。そんな悪口って言って暇あったら、自分の人生に、そう、注いだ方がいいんじゃないみたいな。あ、俺の人生の、まあ、脇役になってくれてありがとうと。そう。脇役になってくれてありがとう。うん。と思ってます。何歳だって、もういくつだろうと、夢は誰でも見れるんですよね。そう。夢は何歳からでも叶えれる。うん。叶えようと思ったら絶対叶えれる。そう。夢を叶えれる人って、そう。叶えようとした人だけなんですよ。叶えようとした人じゃないと、夢は叶えれません。逃げてるのは、いつだって自分なんですよ。そう。だから、ああだこうだみたいな。例えば、プロ野球選手になりたいとか、だったら、他にももっといい選手がいるとか、自分よりももっと上手い選手がいるから絶対無理だと。逃げてるのは自分なんですよ。例えば、お金の問題とか、もう時間が足りないとか、お金が足りないとか、もうこの環境にいるかより環境のせいにするとか。全部自分が、無理な理由をめちゃくちゃ上げて、逃げてるだけなんですよ。そう。頑張ってるのに、笑ってるやつもおかしいっすよ。で、本当に、例えば、イチローとか、まあ、例えば、本田圭介とか、頑張ってる人見て、笑わないっすよ。本物は、その、頑張ってる人を見て、笑うわけないんですよ、本物は。そう。笑ってるのって偽物だけですよ。そう。ガヤス、ガヤ。ガヤって読む。偽物ですよ。そう。とりあえず、一回しかない。人生一回しかないから、いろんなことに挑戦してほしい。そう。挑戦したい。そう。したいし、してほしい。視聴者の人に。いろんなことに挑戦してほしい。挑戦したら、まあ、いろんな人になんか言われるかもしれないですけど、挑戦して、失敗したとしても、失敗は、うん、成功のもとっていうか、失敗があるからこそ成功が成り立つわけで、そう。失敗をせずに、ここまで人生生きてきた人なんて、誰一人いないですよ、絶対。逆に、成功している人とか、もう誰よりも多分失敗している人だと思うんですよ。誰よりも失敗してるからこそ、誰よりも成功できるんですよ。そう。
まあちょっと話ぐちゃぐちゃで、何を言いたいのかちょっとわからない人もいるんで、ちょっと最後にまとめると、人生は一度きりだから、絶対に後悔だけはするな。以上、チャンネル登録と高評価、ぜひお願いします。バイバイ。